皆さんのです今日はですね、じゃーんということで、この2冊の本をいただきまして、いつもありがとうございます。藤井さんという方からいただいたんですけれどもね、ねこの本の紹介と、まあ、この辺ですね、他との違い、内容、そして誰向けの本なのかとか、まあ、本紹介、せっかくなのでね、していきたいと思います。でまずいただいた方、藤井さんですけどコメントがありましてね、欲しいものリストから送られると、あの僕に何でもかんでもコメントをくれるんですけれど,どうも、よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、と本を送るといって、何なんですが、講座の準備と何かと大変かと思いますが、睡眠時間の確保は大事ですよ。えー、そして、えー、おまけの送り物ですということで 1冊目はまあ最近出ました2 0 2十年あたりから出ました東京都庁長岡良介初めての線形代数ということで、まあ、入門書と言ってもいいけれどもあんまりよくないみたいな話をもう後ほどしますけれどもねあとは森吉ベストエッということで、まあ、これねなんかあの個人的な話ですけどあんまりもし森先生のこの本あんまり誰あの送られるのに時間かかって1年年ぐらい置いてあったのかな、まあ、個人的に森先生の文章とか好きなんですけれどもあの皆さん興味のある方他にもねたくさん数学大名人とかいろいろありますのでこの方の非常に書き味がよろしいのでね、まあ、その辺の話も先ほど後ほど言っていき たいと思いますあの、まあ、内容としまして、まあ、そうですね違いとか、えーまあ、その辺の話から内容、まあ、ちょっと具体例とかベクトルとは何ぞやとか皆さん大好きなそベクトルがね最近その数学 3C の C の方かの方に高校サークではまたまあの移行されたりで行列が戻ってくるかと思いきやどっちかっていうとデータサイエンスの方が、えー、確率統計だとかが入ってきてデータサイエンスというほどおーあのデータサイエンスじゃないですけど統計が必修化されていくことになりました、まあ、他にも情報という科目が新しくできたり創設されたりね、まあ、そういうような背景のもとに線形代数というのはまたあ別の意味での脚光を浴び いるんですけれどもなぜ数学の権下としての線形代数や解析というものがまさかそのデー,タデータサイエンスにまで、えー、まあ扱われるようになってしまったのかというこのうなんか眼畜ですね中数学というのはある意味ですごく抽象化したものであって、まあ、だからこそつまづく理由になったりかっ,こあかっこよく見えたりすることもありますが、まあ、それの一つの面目役所といいますか面白い適応例というのが、まあ、データサイエンスの中で見つかっているというか見つかり始めたわけですね何度も何度も重みつき,重みつきにその何かフィルターを通していくだとかディープランニングの,その原理ですよねある種重みつき 行列計算みたいなものに対応してるわけですけど、まあまあ、あの線形代数というのはある種行列というものを扱うといっても差し支えないわけです。まあ、そういうういいわけで、まあ、入門ということこに で皆さんあの今2020年56月段階ですけれどもこういうねあの線形台数ちょっと大学で勉強し始めて思ってた感じと違うなとかいわゆるなんかベクトルの抽象だとか行列なるものを扱うんだみたいなね、えー、そういうふうに思ってやり始めたけど思った感じと違うとか挫折したりとかもっとなんか分かりやすい本ないかなという人のためにちょっと紹介していきたいんですけど、まあ他にもねあの標準的なものは例えばあこちらのね斉藤正子先生の入門線形台数東大出版から出ている、まあ、ある種皆さんこういう東大出版から出てるからこれを読めば、えー、追いつけるんだみたいなねそういうふうに 持って結構雑する方いると思うんですけど、これ割と標準的に扱われてますけど、僕は内容が標準的とは思いません。それレベルが高いとかじゃなくて、ちょっと書き味が、うん、なんでその証明国に載っけたみたいなことがあるんです。具体的に言えばジョルダン標準系のあたりとかね、えー、これが微妙だと。えーまあ、本人も実は、うん、どっかで言ってるんですけど、これがまさかそんな標準的になると思ってなくて、ちょっとマイナニッチな証明しちゃったよみたいなことか、いちょっと失敗だったなみたいな、こんなに有名になるならちゃんとした方を書いておけばみたいなよかったみたいなことどっかで雑誌で語っていたと思うので、まあ、その辺の背景知らない方が読んで、結構雑する方も多いと思うんですけど、最初の方はいいんですけどね。 他にも、まあ、長岡先生の関連でいうと、線形大数入門講義ということで、あの現代数学の技法と心っていうね、なんか宗教チックな,なんかサブタイトルついてますけども、まあ、宗教チックということではないですが、まあ、この本非常によろしい本ですね、えー。むしろこっちの方が先に出ていて、これは実は放送大学で過去に扱われた、えーまあ、線形大数、長岡先生が担当していた、その長岡弟じゃなくて長岡兄の方ね、皆さん知ってる長岡なんとかっていう、あの東進ハイスクールの先生いりますけど、あの方のお兄ちゃんですね、えー、長岡亮介っていうのはね、その長岡先生が放送大学とか、あ外区衆院とかでやられていたことがあるんですけれども、 その、まあ、まとめみたいなことをちょっと日本当にこっちは入門講義です、えー、しかしながらそうではなくて似たような初めての線形代数というなんか似たような本出してるじゃないかと思うかもしれないけどこれ内容全然違うんですね、えーまあ、後ほど言いますけどあと他にも森先生関連で言うと、あのー、線形代数という本があの生,生,体とえ生体と意味っていうのがありましてこれはねあの完全に入門ではありません、あのー、なんか線形代数って書かれてるからなんか入門的かなと思いきや全然そんなことないので気をつけてくださいこれはまあ、あのー、で線形代数どっかで学んだ人がもう一度戻ってきてあなんでそんな意味があったのかみたいなことが、まあ、目の当たりにすることができる大学 3 4年生向けの本だったりはします。 せっかくなんでね、この初めての線形大数ということで、あと、講座の準備と何かと大変かと思いますがということですけどどあ本当に、僕、高校数学とか大学受験数学講座みたいなことを、ちょっとディスコードのほうでやってまして、もし興味があれば見てみてください、ツイッターのほうにありますので、さて、この本の各種の違いというのは、ある意味でこちらのほうというのは、ある種、標準的となっているが、結構、ちゃんと書かれているというか、ギリシャ、古代ギリシャ、現代数学のに書かれている、いわゆる定義、公理、定義定理、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 定義定義定理、定理、みたいな感じで書かれているわけですね 一方でこちらはもちろん定義,定義定理の順番で書かれていますけど、まあ、もちろん技術だとか心みたいなことを、まあ、むしろ標準的な方法、まあ、ジョルダン標準系でいうところの固有分解みたいなことで、まあ、丁寧に第1章から第1 8章まで微分方程式等も含めて書かれているということで非常にまとまった本で非常にたくさん学ぶことが多いですね一方でこちら初めての線形代数と書いてますけどこの初めての音というと入門的に聞こえるかもしれないですけどそんなに初めてぶっているわけではありませんむしろやはりどこかで数学を線形代数をやって、まあ、挫折した経験にしても学んだ経験でもどちらでもいいですけどどっかで学んで 人があのあも改めてここで学び直すとか内面化数学を先形体操をもっと内面化したいとか深めていきたいという人がこれを読む類の本なのかなと個人的には思います、まあ、しかし入門書として読むのも別に悪いわけではないし論理的にはまあそれなりに書かれています、まあ、ただ証明とかは結構はしょわれかれているところもあってそれはまあどっかで学んでいるからというのもあるしそういう目的もあるしあの本質ではないことを書く意味はないそれを書くことによってむしろよくわからなくなってしまうえこういうような一般的な本というのがまあ ビニールさえおりがちそのいろんな証明を書いているからこそ人々の心を、まあ、疲れさせてしまうそれで結局さまつなところ技術的といえばかっこよく聞るかもしれないですけどある意味で、まあ、疲れてしまって何が本質なのかわからないということに陥らないためにこちらある意味でそのあまり本質的ではないようなものを、うんまあ、一応手続きとしてというのもよく思いっきりあの結構いちゃいって感じで省略されているいわゆる現代数学的には書かれていないというところがあ,ある意味でこの本当の対照的ですよね古代ギリシャの皆さん知っているいわゆるうう平面期間みたいなゆうくりと言論みたいな中学三年生以来やってるようなある種 論理理立てててちゃんとと証明しいいくというで前の定理を使うべき定理は前に証明しておいて、まあ、それを使うだとかそういう順番ではなくてむしろ物事の理解数学全体の理解だとか線形代数はどういう背景があってみたいなことをちゃんと、まあ、それなりに論理立てて説明されているですから初めてのというと、まあ、初めて読むぐらいの,あのものを提供はしています高校,数学とか高校数学におけるベクトルというのはどういうものなのかとか大学1年生2年生向けのそのベクトルだとか線形空間だとか、まあ、行列だとか変換だとかそういうことがどういう目的のためになっているのか ととかちょっ QA 方式でこれはそういう意味だとは知りませんでしたとかこ,ういうこれってどうなんですかとかいう QA 方式で書かれているところもあるんですけどそういうことも載せつつ だけどももやっぱり現代数学的には書かかれれていないといななととうのが大きなところかもしれませんある意味でそのお俗にお気持ちっていうんですか、えー、あ,あまり僕の好きな言葉ないですけどその学問だとかその背,背景だとかねお気持ちみたいなことが結構書かれていますなので、まあ、高校生も読めるといえば読めるし、まあ、大学ちょっとか,んか,んか,じかじんでみたいなとか,かじってみたいなとか、えー、大学の線形代数を学んでけどちょっとよ気持ちが分かんないだとかそういうことが、まあ、あ思った人のためには結構いい本ですね例えばそうですね、えーまあ、内容としましては何が書いてるかっていうと例えば、まあ、高次元の数 とととととといいいううここだかかかデータサイエンスだとかいうことがちょっと書かれていますねあとはまあ多面、あのベクトルというのは非常に多面的で応用的であると、まあ、だからこそ抽象的に定義するというか感じなわけですけど、現代数学、もしくは線形代数というのはね、まあ、ベクトルはベクトル空間の源ですと、じゃあベクトル空間って何ですかと、えベクトル空間というのはワットスカラーバイが定義されていて、角々しかじかみたいな、ね、そういうようなことになっていくわけですけど、これがあのいい面悪い面あるわけですよね、そういうところがちゃんと説明されていたり、まあ、だからこそ気化、物理、データサイエンスという応用があったり、そういうのが見えてくるわけですし、まあ、進めば進むほどまあ分かって くるよようななものにりりりますますすあありがた迷惑ではありますよねだって初学者からしたらさそんないつかは使うか分からないような抽象のことを先に,先にそういうことまでその、ね、視線に視座に入れた状態で話されてもいや知らんしっていうねで後からなってきてそのありがた迷惑が本当にありがたになる瞬間がいつか来るけどそこまで行く前に生き絶えてしまうという大学を卒業してしまうという数学をやめてしまうというのであれば、まあ、本末戦闘なわけですよ。でかといってじゃあそういうものにじゃあ今あの取り目先の欲に駆られてね手短な例とかを使いつつも、まあ、こういうもんですよみたいな感じでやっ まああのー。 浅い理解になってしまうのであればでそれで若敵になってしまうのであればそれはもったいないし、まあ、むしろ、まあ、学生におもてっ,てってね、まあ、これぐらいでいいんですよみたいな感じで言うと今の高等学校とか大学受験の勉強みたいになるしこのパターンとかパターンじゃないとかそういうことになるしまっ、あ、かなところですがそういうことを憂えて全、まあ、文のところに書いてありますけどそんなことを、まあまあ、ちゃんと説明したいというかそういうような屋に流れることなく大衆の,その下ビた欲望に流されることなくちゃんと本を書こうという牢、まあ、朽にいたと長岡先生じゃないと書けないような本になっているのかもしれませんね。あとは他にも その高校作にとか、まあ、皆さんは数学といった場合には数を扱うんだと、いわゆる連立方程式とかいうのも、その例えば、xy の2変数の連立方程式、x+,y=1 と 2x+,3y=4 とか、何でもいいんですけど、そういう連立方程式を、まあ、いわゆる直,直線と直線の工程みたいなものですよね、中学3年生以来やってるかと思います。で、こういうのってのは、いわゆる1次元の数2つ、x と y についての連立方程式、まあ、2本の文字2つ、式2本ということで、まあ、解けるみたいな感じで皆さん思ってると思いますが、もちろんそれはそれでいいんです。ただ、適切に言うと、文字というのは何かというと、1次元の数。 のことですよね1次,次元が2つあってそれに対応するような式が2本あるということになります連立方程式でね、まあ、しかしこういうような行列だとか線形ですってどういう感じかっていうとあの線形性は、まあ、あのっていうのをベースにして重要なことは高次元化することです高次元というのは1次元ではなくて N 次元だということですね N 次元の数が何本あるかということになります例えばさっきの、まあ、いわゆる、まあ、ちょっと書いた方が分かりやすいのかもしれないけど、まあ、x たす y イコール1とか 2x プラス 3y イコール4というものをこれはまあ1次,のの1次元のものが2個あって2本の式があるという状況なわけですねじゃなくてこれを xy として高次元の数ですに対して1123というふうに縦に並べてえっと14というふうに書いたりするわけですこれは二次元の数2次元の数が1本あるわけですね1次元が2本あったのに対して2次元の数が1本あるわけですこれは1つの1本と捉えるわけですねが1本あるわけです これどういう違いかというと、実はあの一般にこの AX イコール B というふうに捉えるわけですね、まあ、矢印で書くのであればこうですね、すなわち2次元の新たな高次元の量というのが、えー、というものが一つあって、まあ、ここは一つはもう確定的なわけです、N 次元というふうにまとめてしまうわけです、ね、が、1本あるというふうに捉えるわけです。こちらはむしろこういうふうに書くほかないわけです。むしろこうやって書くと、本質的には AX イコール B というような一次方程式と何の違いもありません。これは1次元のものが1本、1次元のものが1本あって、それが1本あるという、1次元のものが1個あって、それ 1> 1本あるというだけですから、まあ、別にめちゃめちゃ簡単なわけですけどそれが2本になったとて実は構造上これと変わらないんだと、まあ、実際果たせるかな x=a イ,インバース b ベクトルというふうに書く、えー、クラメルの公式でもいいですけどでこれのことを a インバース b と書くわけですよね全く同じような対応物があるわけですよこういうことに着目してその高次元の量というものを扱っていくのだということを、まあ、ちょっと分かし書かれていたりするわけです分かれもベクトルが高校数学におけるものだとか数学 C への移行するわけとか歴史とかちょっと注意されていますね実 連携だ数って非常に新しいもので、二、ま、十、あ、世紀入ってから本格的になったわけですね。まあ一応はブルバキーですよ。で、ブルバキーのその大変の話というのが。 あのあ言っちゃえば、うん、戦後ですね、戦後、どうやってカリキュラムに埋め込むかということですよ。古典的ではないので、他の学問との整合性をつけるのがちょっと難しいわけです。で例えば、高校作においては、うん、言っちゃえば、なんかね、あの1ベクトルとか座標表示してしまって、すでに数 2B で習っているような数2で習っているような図形と式ですよね。あのデカルト座標形というやつですよ。XY 座標形ですよ。それの、まあ、なんか、ベクトル的考え方。だから、ベクトルそのものではなくて、ベクトル的考え方によって鮮やかに解こうとか、あの物事をよく見ていこうというだけにしかないわけですよ。こうまあ、ちょっと言っちゃえばね、高校作ね。だから本 ベクトルといいいうものを学んんでででるわけはは実はないんです、ねまあ、しかし、ベクトル的な思想みたいなことを学んでほしいということで効果、まあ、策においてカリキュラム化されているし、まあ、それなりに、まあ、あのテレン・テクダで、ね、あの矢印と大,きさを方向と大きさを持つものですみたいなねえそれの同一性みたいなことがかかから語られたりして、まあ、だからよく言えばその現代数学的になってとっていう目的もあるんですけど悪く言うと新しいし新ししすぎるし他との整合性がないし言っちゃえば別にね XY とか図形と式やってれば済むもんだから論理的に言えばだから別にいらないといえばいらないんですよ。だけどそれ,をそれのせめぎ合いで出たり入ったりするわけ わけですね、まあ、実際行列今抜けてしまっていて複素数が入っていたりあのお、まあ、別のものが入ってきたりしています、ね、あので確率統計とかねでその辺の話だとか、まあ、実はその結構難しいんですねそのおベクトルもギベクトルというかなんか考古策におけるなんかあもどきベクトルもどきというよりかはちゃんとベクトルにしようとすると結構話はややこしくなるんですよ、まあ、しかしながらあ、まあ、ち,あちょっと知ってほしいなというところがあったりしてで何の話だっけ、まあその辺の背景だとかが Q&A 方式で書かれていたり、まあ、驚くべきことが書かれていたりするんですけれども例えばそうですねあの皆さん言う 知っていいる有理数というももののののがありますけど1分分分イイコール4分の2イコーールルみたいなねこれも全部等しいわけでしょしょかしこれってどういう意味で言ってるかというと A 分の B イコール A' 分の B' ュというのはどういうふうに考えるかというと実は AB' イコール A'B みたいなねこれとこれかけてというのとこ,れとこれが同じということですよねまあ比が等しいというのはそういうことですからねもしくは、まあ、A 対 B イコール A' 対 B' を内項の積と外項の積に分ければこうなるわけですよまあそういうふうに思っているわけですけどこれって何かというといわゆるその有効成分からベクトルに行く考え方と同じなんですね有効成分っていうのとまあ これとこれがベクトルあのね有効線分としては違うがあのベクトルとしては等しいみたいな言い方をするわけです。これって何かというと例えば AB というベクトルここにあの有効線分 AB というのがまあ仮にちょっとあまり良くない書き方ですけど AB と A'B' というのがあるとしましょう。そうするとこれがあの等しいというのはどういうふうに見なすかというと A'B a これとこれの差ですから a く a イコール b く b みたいな感じですよね。これとこれでまあもしくはこえそうね。 こののの辺のなんか平行四辺計測みたいいなながあって、まあ、そういうになっててそううにるわけですでこれはどういうことかというと A', A, と A これと符号を合わせると A'A'B=A'B' これとこれだから A'B になってるわけです。 これってどうですかねあのこっちが ab' イコール a'b ですけど、a たす b' イコール a'b になっているわけです。これって演算の違いでしかないんですね。だからこういうものをあの小学生のうちで習っているということ、まあ、直感的にこういうふうに思うわけですよ。っていうのと、実はベクトルというのはあの演算の違いに過ぎないといえば過ぎないんですね。え重要なことはあの、実は同一子というものが数学において重要で、これがあのベクトルの本質的です。有効線分というものから、まあ、同一子を持ってベクトルに移行していくだとか、いわゆる整数の比というものを同一子することによって、まあ、有理数という新たな概念を つまり、2分の1というのは4分の2であり、6分の3であり、全部ひとまとめにした、ある種こういう新しいえが考え方をして、全部同一視した上で新たな対象を定義しているのと同じように、有効成分というむ、むちゃくちゃたくさんあるものに対して、ある種同一視を与えて、そういう同一視全体を集めてくることによって、あるベクトルい、1、2、4、ベクトル,ベクトル, 3, ベクトル3、6、ベクトルみたいなものですよ、それの大きさはちょっと違うけどねで、そういうものを集めてきたようなものっていうふうになっているわけです。この辺の説明とかはなされてなかなか面白いと。えー、要するに、ああ演算の違いに過ぎないんだと言えば演算の違いに過ぎないわけですね。 改めて学んだりするとよくなんか教,育教師になりたい方だとか、数学を深めていきたいという方にはいいかもしれません。でちょっと時間がなくなってきましたけど、森剛ベストエッセイの話ですけどあの、数学大名人とか現代数学と数学教育だとか森先生のエッセイとか、えー、のは結構多いです、まあ。特にベストエッセイって書かれているので、まあ、その点の話が多いんですけど、ちょっと目次を紹介しましょうかあ。こちらの目次からまずいきましょうか。目次、えーと。第0章、ベクトルという概念の現代的な起源、第,第1章、ベクトルという線形代数の基本概念。 第二章ベクトルの線形結合と線形空間第三章高校のベクトルと線形大数あこれですねあの第三章でその高校と大学の違いっていうのをちゃんと浮き彫りにして第一章分用意してくれてるわけですありがたいですね、えー、第四章ベクトルと計量第五章ベク行列は何か第六章連立一1方程式第七章線形代数と行列第八章行列式第九章固有式固有ベクトル固有空間第十章固有高次元空間の中でも特に意外に難しい三次元空間というわけで3次元が意外と難しいっていうねだから後半の第一章以降はちらほらといろいろと QA とかなんか高校と大学の違いとかも書き書いてくれつつ、まあ割とちゃんとした線形大数 的な話も盛り込まれているというまあ割といい本ですよね。まあ、誰がいい本って言うてんねんって感じですけど、まあわかりやすそうな本です。持ち主先生のベ,ベスト1歳ですけど、あこの方あの料理中に料理して卵焼きだったか目玉焼きだったかをあの焼いて袖に火がついて亡くなったんですけど、っていうね、あのファイヤーあの火の、火の元に死んだんですけど、第1章、ドジ人間のために、うん、いいですね、僕ら非国民少年とかね、あの戦時中の話ですか。えー、第2章、楽しまなくっちゃ損、えー、とかね、えー、セックスの童話とか書いてあって、まあ、あと、まあ、別に意味はないですけど、一説、遠山ひ開く伝とかね。 おかきよしという人がいたとかね、おかきよしとか森千さんは僕の好きな人ですけど、あとは時には孤独の気分でとかね、時にはあ物を書く場所とかね、野獣馬の根性とかね、未来は誰のものでもないとかね、指名手配書としての指導要録とかね、えー、非国民の反戦論とかね、まあなんか我が友三島,だ三島さんとなんかバチバチやったこともあるみたいですけど、三島影響ね。っていうような結構面白そうな本で、ちなみにこれを送っていただいて、まあ、個人的にはちょっと嬉しくて、この本って結構長いこと星物リストに保管されあれこれさっき言ったっけ星物リストに保管されていたんですけど、予約を送ってもらえてちょっと嬉しい限りです。その 入ってるから送ってくれたのかもしれないんですけどこういう本この森剛先生の本送ってくれたということは森剛派の人がいるということをちょっと感動しているというか嬉しい限りで森、まあ他にもブルバキの本だとか面白い本とかたくさんあるので見てみてくださいそんなわけでねせっ線形台数のお話とお森先生のお話でしたいつもねこうやってあの下のリストとか送っていただいて個人的には感謝しております、えー、もし興味のある方は僕の,あのディスコードとかツイッターとかフォローしてもらうとう、えーまあ、嬉しい限りです、まあ、そんんななわけでねこんな こんなお話でした。ええー、本当にありがとうございました。なんなんか尻すぼみでいいとこですけど、あのまたね、えー、動画とかライブとかでお会いしたらお会いできたらいいですね。ではあ心理をめでたくありがとうございました。ほいじゃ。